全校やち高校梅毒ちゃん、レディーファイ。イエーイ。とりあえず俺はあんたに6000円のディルドじゃなくて6000円プラス1000円でローション潤滑油欲しいから負けます。ああ、これはあんたに光りました。まるで光、サトシじゃなく俺サトリ、サトシ抜きの俺サトリ抜きのピカチュウ。なんで急にポケモンの話してんのか全くわかんない。本当にごめん。なんで気が伝わんなかった。なんで1000円上がったらローションが手に入るんだよ。ローション業務用でも1000円で買えるって。6000円分もローション買うのかお前。5000円でディルとかっつったらお前だろ。いえ、ああ、いえ、いえ、こっから立て直す。いや、無理だわ。いえ、まあ、とりあえず優勝おめでとう。1000円でローション買えるだろ、多分。で買えるローション確かにあるけど、おち、ごめんね、業務用使ってんだわ。だって俺風俗店勤務だもん。住んでる場所も風俗店、やってること AV 女優だし、ローションとコンドームと缶詰を常にカバンに入ってるんです。へえ、まあそれもう持ち券じゃなくてこちもち持ってんぜ。俺の気持ち持ってんぜ。調子はどう？風俗市場ラッパーまがいいのか。何言うとるのお前だなんて言う。まあ真面目にラップしないと YouTube のコメント欄でそろそろ叩かれそうなんで、真面目にやります。戦ってて、もう別にノーダメージ俺関係ねえし、ぶっちゃけバックについてんの新データ。あ、これ言っちゃダメだったかもしれない。また YouTube に載せれないね。つまりは叩くやつも出てこない。これで俺の勝ちってこと？いやいや、また言ってんな、シンペーター。そんだけ UMB にケツ吹かれるのが大好きですか？ケツシンペーター。逆にケツ頭で死んでんな、お前。死んでんずみたいに流れてる。シンペーター、お前はストリートドリームズのうちのシンペータはクソニート5人衆なの。そうなの？知らなかった。ありそうがだとうよ。教えてくれて。でもごめんね、ストリートドリームの引き合い出すんだったら私関さんに呼ばれて鎖カフェに挨拶にも行ってんの。